69枚全然届いてない。よしよし、うわすげえ、止まってみ、おい止まってみる、あっおい出会った時の同じ競馬でもウィニングポストをやってたけど、あーそうなんだね。なんかちょっと待って、ちょっとなんか、いや違う、なんかさっきからそのあの なんつうの、停止音変わってんのか変なあれなってるから、うん、もしかして入ってるかもしれない、入ってるかもしれない。入ってるね、これが有名なゲチェナじゃねえか、バカ野郎。あ、ゲチェナですね、ゲチェナでした。バーゾロイかマッピーゾロイ、バーゾロイかマッピーゾロイ、リプレイじゃね、リプレイか、ベルじゃね、リプレイか。あ、これバーゾロイ、バーゾロイ。あ、レギュラーポコリド、マッキーまだビッグ引いてないけど楽しいな、すでに楽しいです。本当、うん、結構メンタルやられてるけど全然あの最終ゲーム失敗するしね、結構えぐられてるけど俺、まあまあまあ、さっきの練習ってことでさ、本当次本気出せばいいじゃん。そうですよ、要は7の延長線上にベルがない、これは全てに一面です。 おめでとう。レギュラーボーナスですから、2000回出した外出が3000円。あーなるほどね、あのビッグの最終ゲームにさ、難しい方のバーチェーバー、あれを失敗するとMR 突入率大幅に下がるんだ。え？ねえ、そんなことを知ったら、うん、あの余計プレッシャーかかるよね。そうだよ、だから最終ゲームのは絶対に失敗できない。なるほどなるほど。これをやったら MR ほぼ確実に入るけど、 MR ってなんて言うんだバカ野郎ね、 MR ってお前 MP ラウンド、車かお前、 MR チームのこと言ってんのかお前、取れたのな、違うよ、 MP ラウンドのこと言ったんだよお前、チャンスゾーン新セットって言うの一緒だぞお前、バカ野郎ね、何が MR だバカ野郎新セットって言わない言わねえよAT とかね、 AT はいいよ、 AT はいい、 AT は何の役知ってんの、オートマ。おお、ちょ待て、おお、お前知らねえのか。え、違うの？え、AT 何の略か知ってんの？知らないの？知らない？え？オートマじゃないの？オートマじゃねえバカ野郎、車じゃねえんだよ。オートマティックじゃねえんだよ。え、違う。宇多田ヒカルでもねえぞお前。なあ。車の話だと思ったよ。パチスロの？パチスロだよ。パチスロの AT だよ。AT 何の略か分かってん？おーおーおーおお。ああ確かにね。なんで？なんで？知ってるよ。なんで？なんで？AT、 RT は分かるだろ、分かる分かる、リプレイタイム、そう、うん、AT はちょっとまだ言わないで、いや言わねえよ、なんで、おうガキ、なんで、アタックチャンプ、何、お前それ AC じゃねえかT だよね、 AC じゃねえか、分かる分かる、なんだよ、なんとかタイムだよね、あタイムタイムだよ、だからなんで、 A はなんで、ああ、ええええ、あ要はあ、まあ AT ってナビが出るじゃん、うん、でしょ、うん、あの手助けしてプレイヤー手助けする、はい、手助け、はい、あ
ドタイム。あ、ラウンドじゃねえバカ野郎、ぐるぐる回ってどうすんだバカ野郎め、ぶっ飛ばすぞおら。手助けして。あ、わかった、マジの答え出します。はい、アシストタイム。正解。やったー。そうです、そうです。だから ART はアシストリプレイタイム。初心者になったけど。いや、意外と知らない人多いよ。あ、本当に。うん、AT でちょっとね、俺、うん、パチスロの学科を全然受けてこなかったからさ。まあでも別に知らなくていいんだよ。いいですかね、うん、まあいい、なんだって敬語になってるのいいんですかねって。俺共感じゃねえんだよ。俺共感じゃねえからさ。ちょっと演者としてどうかなと思って知らないの、うん、全然知らない。バカバカバカ、おめえ、なん聞いたら7割ぐらい言うんだよ、答えなんてんの。なんなの。だってカメラの前の見てる人みんなって言ってんじゃないの。知らないのって。いや知らなかった。なんでうるせえな、出しゃいいんだろ。何の問題なかったバカだろ。出しゃいいな。まあそんなもん。そうだな、俺たちは出しゃいいか。まあ、座学見せてんじゃねえんだよバカ野郎。おねえ野郎ふざけんじゃねえってんだ。知らねえから何なんだよ。あ、だそうです。ただプレイヤーとしてはもう あなればメイクでした。へえ、はい、なるほどな。いや勉強になりますね。ここあれですか、 G&K ですか今日。はい、G&K の講師の方ですよね。G&E ですね。いや、魚拓木村で。あ、そういうことですか。じゃあ俺ちょっと開講しようかな。開講、あ、入りたい入りたい。ああ今日体験できてるんで。入学されます。わかりました。入学、はい、いいなと思いました。本日、いつもであれば80万円のところ、はい、今日は39万9千円でやっております。だいぶ安くなりましたね。半額ぐらいに、はいはい、じゃあ、はい、入学しようかな。おめでとうございます。あ、よろしくお願いします。先生、10年後どうなってんだろうな。10年後ですか。これがなくなってますよ。あー、メダルが、はい、メダルレス、はい、そっか。これね、これ俺のあくまで俺の未来予想図、ね、はい、予想図。10年後ですよね。10年、20年でしょ。20年後、20年後にこの月ハギを見てほしい。はい、俺は今って大きい店多いじゃん、うん、多いですね、仙台クラス、うん、俺はすごい小さい、50代とか30代40代という小さい店がすげえ増えてる、うん、へえ、なんでそれは。そういう多分ね、その設備投資がいらなくなるから、うん、そういう地域密着の本当の、うん、年配の人とか、うん、あるいは地元の人の憩い場っていう形での店が増えてんじゃないのかなっていう。であともう一つの20年後って言ったら、うん、これは絶対っていうのが一個ありますよ、うん、絶対これはもう間違い、20年後間違いないってこと。俺もう未来予想ですよ。何ですか20年後、うん、姉ちゃんはまだ独身です。やめとこうよ、やめとこうよ、そんなちょっと寂しいさ、予言はさ。だその様子をさ、うん、20年後俺は天国から見下ろしてるよ。死ぬなよ、まだまだだろう。いや、いいじゃん、見下ろすんだったらね、見上げる状態はやだよね、え、どういうこと。鬼に見張られながらねえ、お、いいな、あいつは食べそうだなっつって鬼にパッパッビシビシいいのに、知らねえ、もう触らないで、知らねえってもうやだー、ゴゴグーって押してさ、ねえ、いいなあいつらなんて言って、やだよ、やめてよ、ね、見下ろすならいいじゃん。ああ、いいね、あいつらも幸せそうだなって、はいいじゃん。まあね、見上げるのやだよ、それだけ我慢してくれって。そんな男は見たくないよ。今日こんなにさ、昔のパチスロはなとかさ、昔のゲームはななんて話してさ、ね、穏やかな人が、俺上半身裸だよ、それね、で、ムチでさ、プシッってやる。やめてやめてせーやめてやめて、なんかもうガリガリの体でさ。
なんで突き壊してんだよ。あれだって俺どこでも言ってねえよ。ねえ、なんで突き壊してんだよ。顔が伸びた体でさ、それだけはやめてよ。それだけはやめてね。ほんとで、その姉ちゃんはどう当たってんのか、あれ上に行ってこようか。なあ、ちょっと頼むわ。さあ、飲まれてしまったので追加投資をします。あ、何、あ、1000ポイント貯まりました。もうチャンスゾーン脱出するぞ。まあ、レア役を引いたらチャンスで、レア役2回引けれたら、レア役2回引けれたら、あ、待って、レア役だな、あれ役、これチャンスね。2回引けたら当たり、濃厚なはずです。あと1回引ければいいんじゃん。あと4ゲーム。あ、赤くな、あ、違う違う、青、あ、あ、青じゃない、黒かった気がする。あ、あ、来たよ、あれ、嘘嘘、あ、嘘か、あ、来た来た、ほら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 、来た来た来た、やった。あ、え、多分レア役2回引いたからやと思う。これはそうですよね、そうですよね。234ゲームです。投資は7本、1本追加して7本です。よし、こっから、こっから、さあ、どんなゲートが待っているのでしょう。やばい、2個しかない。よし、やばいです。めっちゃやばい、あ、めっちゃやばいです。え、こんなことあるかっていうぐらい追い込まれてます。でもこれぐらいの方が気楽にいける。まあ無理でもみたいな感じでね、気持ちが、さっきの外したらへこむけど、これはもうしょうがないってなるから。ベルを引いた時点、え、でもこれね、ベル引いたことないからどうなるかわかんないですけど、多分そのまま終わりやと思うんで、やめて、一発目でないよそんな。大丈夫、 OK。 ここが終わってしまったらもう苦行やから、ちょっとここで決めたい。あ、まあレア役でもいいよね、レア、もちろんね、すごい手汗かいてる。いけます、いけるな、いけるな、足引っ張るな、もっと、あー、でも引いてる可能性も、テンパってテンパって、あー、あるよ、あ、はい、もう無理、修行やんこれ。レア役引いたらいいんかな、ベルより先にレア役引いたらどう。あー、待って、やだやだやだ、あ、これやばいよ。あー、引いてるやん、めっちゃ笑われてるもん、だって1ゲーム遅い。え、何、何が待ってるんですか、ここで終わりやんな。でも普通に止まってください。まあ、この扉が選択された後は外れるんで、AT 抽選があるらしい。とりあえずこの枚数を消化する前にハズレを連発すればいいってこと。連続してハズレを引けばまだ私にも勝利の道が残されていますよってことね。違います、ナビを出さなかったらいいね。なんで見る1回目。あー、ナビだな、ナビ出ないで。あと7枚、終わる終わる、終わった。紫さんいない、
さんなのか、外出中です。紫さんがいたらいいのかな、やっぱりそういうことですよね。あーダメだった、くそー悔しい。これあ、この状態が20ゲーム続くとかあんのかなっていうぐらい2、3ゲームでいきます。はい、姉ちゃん、あ、1回当たった、1回入ったんだけど、うん、これ1回入ったら期待枚数690枚ぐらいあるのね。あるよね。だけど、うん、300枚ね。あー、ちょっとやっぱやれなかった。でも、うん、なんかワクワクしてます。なんで楽しくて楽しいよね。うん、そういうんじゃないね、ごめんね。まあ、勝つよ、勝つけど、うん、その前にちょっと楽しんでるよっていう。楽しんでた、うん、大事じゃん、やっぱ大事だよ、大事でしょ、うん、いい感じだよ。あ、いい感じ。そんなにまだ7000円しか使ってない。え、すごいじゃん、そう。へえ。いつもよりはね、控えめに。わかった、まあ、そっちはどう？こっちはね、まだレギュラー2回とビッグとレギュラーおとんが。レギュラー2回？俺レギュラー2回。レギュラーはさ、ビッグあるの？ないよ。だからまだ勝負始まってない。嘘でしょ？でも姉ちゃんはちょっと頑張ってほしい。あ、じゃあもう姉ちゃんにそれが矛先が向いた感じなの。姉ちゃんもまったりドリフターズじゃなくて、まったりドリフターズしてたわ。ガチガチドリフターズ頑張って、ガチガチでいくね、うん、オッケー。それじゃあ燃え盛ります。燃え盛って、今からスイッチを切り替えて燃え T 入れて、うん、外れ目出しまくって。わかった。うん、どうだった姉ちゃん。あんまり当たってなかったけど、うん、まだでも7本ぐらいしか使ってなかった。ほんと？うん。今いくら？今？ユーマ俺に2本ぐらいしか使ってないよ。これもうね、5000円。頑張ろう。頑張ろうね。ちょっと歴史の勉強は一旦ね、うん、あ、G&K はちょっと一旦 G&K 休校。休校、早いな。いきなり休校か。あ、来た2人いた。さっき1人でスイカだったんだよ、うん、今日何匹だったの？あ、いやもうこれだと500匹だからあるじゃん。行っちゃうよ。ビッグ地獄の時間が地獄だ。おんな、やべ地獄タイム。いや、ね、マジで地獄タイム、ね、ZT ZT 来たよ。ね、一番嫌すぎる手玉機能だぜ。ねえ、そうだよ。メンタルいくらいのやつだよな、これな。己の腕だよ。ね、まあ、ちょ、一回おられてるよ。いきなり来た。よし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 。でも最後あんま来ないんだよ。え？その要はほら、3分の1か4分の1ぐらいでしょ、これ。そっか。うん。だあれすっげえラッキーだったね。そういうことなの？そう。もう ZT だよこれ。あ、でも7ゲーム。あー。でもこれの方がいいんじゃね？え？だって失敗してもらえる。あ、20ゲーム。おお。いや、そうだよ。だから無理にそんなする必要ないはずなんだよね。あ、そうなのね。最後来いよ、うん、よし、わ、来た。どうすんの？いや、だからこれでしょ。これやんなきゃいけないでしょ。違うの？そういうこと。あー、なのかな。どういうこと？7でもいいの？7じゃダメなのかな。7じゃダメだよ、ほら、裏技がだから。へえ、そっか。あっちゃダメダメ
ちた。え、そうするとダメなの？ほぼダメなの？いや、もうほぼダメらしいよ。本当だ。まあいいよ、まだ引くから。あれ？何？どこ方がなくて。あー、来たよ。来た？ボーナス。あー、当たった、すごっ。ってことは、あー、バーだ。めっちゃいいペースだね。マッピーゲーム中のレギュラーってどうなんだろう。あ、マッピーラウンド行くの。ラウンド1レディー。ここ逃げればいいね。うん。あ、これ逃げろ。猫か。かわいい。前から来る。うわ。ああ、なるほどね。そういうことか。面白い。うん。あ。おお、当たりだよ。当たるよね。これ終わっちゃいました。あー、おー、マッピーズ柄。おー、来たな、来たな、ZD、ZD。ZD、地獄タイムだ。まずは枚数調整をしていただいて。枚数調整しますね。まずはね。あ、来た、来た、来た。俺は青7でいきますね。青7中なんだ、はい。滑ってね。え、滑った。次ミスしたら出ちゃうよ、あれが。あれが出ちゃうよ。何？いや、いいよ、やってね。成功しないと出ちゃうよ。うーちゃん、うーちゃん、うーちゃん、あのね、うーちゃん、これどうなの？どうなの？なんか知らない記憶が嫌な記憶が。うーちゃん、これどうなの？これ。うーちゃん、教えて。教えてね、ちょっと静かにしてもらっていい？え、そんなこと言う？え、うーちゃん、俺そんなこと言うの？うーちゃんって呼ぶな、ね、うーちゃんってなんだ、俺はペロくんだ。ここだ、ゴーゴーゴー。あー、早い。全部早く押してるから、うん、あの気持ちゆっくりめに落ち着いて、全部早く押してる。分かった、はい、分かった。落ち着いて、落ち着いて。大丈夫、大丈夫。姉ちゃんが買ってくれた青汁、青汁、青汁で缶決めるぞ。ね、姉ちゃんってうまいんだっけ。わかんない。多分あんまうまくねえよな。あんまうまくねえ姉ちゃんからまた青汁送ってくる。俺飲んだね、飲んだら俺具合悪くて。姉ちゃんお前だいぶ悪くなったけど、まあまあまあ行ってみよう。いけ行ってくれ。姉ちゃん行くぞ。まずまずい姉ちゃん、これ目覚めたろ。うん、うん、でもゴクゴク飲める気がやってるよね。うわぁ、おめぇマスクとかずっとくせんだろ。くさい。いや、まずいよ、まずい。め
めたろこれで。なんで。なんで。オレンジジュースでよかったじゃん。姉ちゃん。いや、オレンジジュースじゃ目覚めねえから。目覚めたよ。あー、まずいまずい。姉ちゃん。おー、来た来た来た。落ち着け。そう。すげえな、青汁効果。青汁すげえ。あ、いいよ。はい。あ、早い。お前、お前、1本ずつ伸ばすよ、お前。やめて。落ち着け。全部早いから。待って、俺。待って。何？技術介入、俺今年初めてぐらい、久しぶり。いいんだよ、だから、うん、分かったよ。落ち着けば、うん、できます。ちょっとね、できてます。興奮気味、興奮気味、今ちょっと焦ってるから。焦っちゃってる。うん、そうそう、落ち着いて、落ち着いて。できてるから、ちゃんと押せてるから、うん、本当はね、このままできるはずなの。全部冗談としてるよ。なんで、遅めで。遅めでね。はい、気持ちゆっくりめで。気持ちゆっくりめね。でもそれだけは思い切って下段に押すくらいの勢いです。下段で押すくらい、正確に下段で押すくらいの勢いでやるとちょうどいいです。大丈夫大丈夫。下段に押してみな。ね、わけ本当に下段に止まってました。いや難しいね。いいね。あの真っ向の方を狙ってもいいぜ。とりあえずはとりあえずは、まあ、落ち着くためにね。うん、そう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 、ね、そうだね、一旦そう、これでいこう。あ、これは別に目を閉めちゃない、ね、確か7割5とかそうなんない。そう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 、全然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 いいよ。ああ、いいよ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 。じゃあ最後、あ、いった。うん、じゃあこのマッピーでいっちゃうよ。マッピーでいっちゃうよ。マッピーでいくよ、うん。ほら、じゃあこれで、はいはいはい、うん、で、入った最高、入った最高。マッピーラウンド、マッピーラウンド、マッピーラウンド。頼む、頼む。いけ。あー、あ、ダメなんだ。もうこればっかりはしょうがないね。あー、なるほどね。まあまあちょっと肩慣らしは、オッケーオッケー。うん、肩慣らしでね。ボーナス取れなかったか。186枚。一匹はスーパー対応じゃねえんだ。あ、これ多分ボーナスだ。お、1目。レギュラーでした。おー、きたー、めちゃくちゃ今のはかっこよかった。いやー、取ってた。よし、74ゲーム。はい、投資4本、いくぜ。もう、うん、枚数調整したら割り切ってマッピーでもいいぜ。大丈夫、7で行く。え、1回でもミスしたらもうマッピー、そのビッグで、1回でもミスしたらマッピーでいけよ。1回でミスしたら、おい、危ねえ、お前危ない、うん、もう絶対危ねえやつ、それ危ねえやつ。でも絶対今失敗するやつだ、これ。これさ、リール早くない？早くねえよ、早くねえよ。もうマッピー押せ、マッピー押せ、1回マッピー押せ。そう、ね、したらほら、したらもう次八百座でやっていいから。わかった。まずマッピーね。で、枚数調整忘れんなよ。うん、はい、大丈夫、まあ、大丈夫。お前マッピー、お前マジマッピー、お前マジマジマッピー、なあ、MM だよ、お前 MM だよ、お前 MM だよ、マジマッピーだよ。悔しい。
イージーモードなんかやりたくねえ。俺もそうすっから、一回のミスしたら、ね、おめそこもう捨ててねえじゃねえかよ。落ちない。ちょっと待ってよ。おおきたね、きたね、きたね、やっと掴んできたね。掴んできたよ。おおおおおお、掴んできたって。掴めてねえよ。掴んできたよ。掴めてねえって。掴んできた、きた。ほらほらほら。おい、おい、いいじゃん、いいじゃん。あ、もうそれだったら俺でいいよ。だろ？あら、あーダメなんだ。なかなか入らないな。やっぱ技術介入は楽しいね。本当？え、大好きで俺技術介入大。いや、じゃあ俺から一個はしまうと、うん、少しへこめ。なんか俺にとって技術介入台ってさ、うん、テレビゲームと同じ感覚なんだよね。あーなるほど、うん、だからすごい好き。上達していくのが嬉しいって、ね、あーそうそうそう、できた時のさ嬉しさがいいよね。まあ確かに今日もな、徐々にこう修正できてるからな。うん、バンバンクロスだって、うん、サザンアイズだってまあまあできるよ。てか、なんでそんなもん打たされてるの？なんなのこれ？え？聞いてくれる？どうしたの？聞いてくれる？なんかね、俺じゃないんだけど、なんか夢を見た気がして、リノさんとね、チームを組んで、はい、なんか番組対抗戦かなんか出た記憶が、夢を見たのかな。あ、はいはい、最初に座ったのがあれ、バンバンクロスだかサザンアイスじゃなかったっけね。なんかね、俺旗から見てて、うん、あ、ZD だなって思ってた。出会った時の電撃、今1枚目入れた。ふざけんなおめえ。1枚目じゃねえんだよ。お前ヒゲダンスやれ、ヒゲダンス、ヒゲダンスやれよ。しょうがないの。ヒゲダンスして練り歩け。あ、いいね、いいね、いいね、いや、いいね、いいね。つぎはぎファミリア、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。